目の前で、事故が、死亡事故が起きたということで、もうね、多分車がね、突っ込んだんでしょうね。ものすごい勢いで多分。だからね、結構ね、比較的ね、スピード出しやすいんですよね。この時間帯っていうのは。ちょっとね、今気づいたんですけど、これ、破壊されてますね。これどういうことなんですかね。なんか、西川橋公の。セキュリティが話した。さっきこれ柔軟に。というわけでね、ちょうど1週間前ですね、この目の前で、事故が、死亡事故が起きたということで、まあ、ね、収集車の車と、通行人がね、当たったということで、いや、まあこの時間帯ね、結構ね、スピード出す、車、業者の車あったりとか、逆にね、先ほど言ったようにその飲み帰りとか、まあ、ゴミ掃除のする方とかいたりとか、まあ、ほぼ夜行ダスキつけてる人少ないかなという、まあ、こういう間でもね、結構ね、騒いでる人いたりする中なんですけど、まあ、ジョギングの人もね、そんなに夜行ダスキしてる人いないようなね感じなので、やはりここの辺はね、本当に夜行ダスキした方が、いいかなという、場所なんですよね。来てます。ちょっとね、場所がまあ重い場所なんですけども、まあ、やはり改めて、ね、1週間経って、改めてそのなんだろうな、まあ、追悼の意を込めてまあ来たり、逆にその掃除をねしようかなと、まあ、どんな感じになってるのかと、もう1ヶ月ぐらいね掃除してないので、ちょっとね、安全対策をしっかりしながら、ちょっと見ていこうかなと、思います。で、下石公園にやってきました。ね、ちょっとやっぱゴミが目立ちますね。気温が、下がってるとはいえ、やはりゴミが残っております。よし、タバコとか、いいですね。ね、花火セットみたいなのもあります。どっかで花火してたのかな。まあ、以前もね、この辺を掃除したというか、ラジオの方で、取材したんですけど、1ヶ月前ぐらいですかね、もう花火やったり、まあ、なんかすごいひどい感じだったんですけどね、まあ、今ちょっとね、気温が下がって、だいぶ出にくいというかね、外でいるとちょっと寒いかなというような感じになったんですけど、岩でした。はい、はい、ちょっとねびっくりしたんですけど、ここもね多分車がね突っ込んだんでしょうね。ものすごい勢いで多分突っ込んで、だからね結構ね比較的ねスピード出しやすいんですよね、この時間帯っていうのは。車は空いてるけど、まあその中でまあ掃除したりとか、ウォーキングされてる方とかいたり、まあそれこそこんな時間まで飲んでる方が、まあ、ここでフラフラしながら、
ということで、結構ね非常に危険な、エリアなのかなと思います。結構すごいですね。でもこれどうなんですかね、車なのかな、ちょっとわからないんですけど、もしかしたらなんかするのためにここに置いてるのかなとは思うんですけど、でもそんな感じではないのかな、どうなのかな、でもちょっとわからないですね、こればかりは。でもちょっと曲がってますからね、曲がってますからね、もしかしたら突っ込んだのかもしれないという可能性もありますね。ちょっと定かではないですけど。ちょっとね、今気づいたんですけど、これ破壊されてますね。結構ね、ひどく車ぶつけたのかなっていうような感じで、結構ひどいですね。ここも錦町と本町の、間ぐらいに、あります。はい、でここですね、まあ、以前破壊されたんですけど、ここも今こんな感じになってます。バキバキにね割られて一部が落ちてったんですけど、今は接着テープで固定されてます。はい、ちょっとねこの身を取っていきますね。やっぱ結構ね多いなという感じですね。釣り紙とかで、ちょっとね、これから駅前の方に、住んでいこうかなと思います。岡山駅前到着しました。岡山駅前到着しました。ですね、まあいつものようにゴミがあるわけですね。ゴミがやはりここは多いですね。
はい、ちょっと短時間だったんですけどね、ゴミが結構集まりました、ね、20分、30分ぐらいだったんですけど、でもまあちょっとね、ゴミはだいぶ減りましたけどね、あの缶とかいうよりかは、あの歩きながら食べれる、まあ、スナック菓子とか、まあ、スタバとかね、のが増えたかなと思いますね、はい、まあ、ちょっとね、いろいろとあの最近事故が続いてますけどね、あの皆さん、しっかり、ね、安全確認、安全対策をして、まあ、歩く、運転、まあ、気をつけてください。ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。